狼よ、我が血と共に生きてくれ。
Thank you.
す。手に入れた任務か。ああ、忍び騎士は任務を仕込むことでその気叩き立てならば打ち砕き、すば仕込んだ任務が増える、殺す相手なりんぞい。ずいつまでも血生臭い、どれ貸して。
しが掘る仏はどうやったって意向深いものはそうなる。お前さん、それでお前さんを拾ってからず主のある足だが、お前、そいつには底元か、それがしを。しからば参る。ならば参る。
がだな、そこもと。しからば参る。だな、そこもと。この社には源だぞ。また来るが、そこもとの技の。
目覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。どうした？理由がよどみのあふれで、やがて死に至る病。何だと？わあいにくと魔女が、あとは。あとは。物資。あいにく理由が。そこもと、それがしを、この社に現だかそ
またそこも。
Thank you.
この戦、果たして勝てるものかのう。どうにも悪い予感がするのだ。何の弱気なことも。両親とはいえ、一心様はご健在。源一郎様の弓も見事なものじゃ。加えて、鬼行部様も。おう、鬼は行部も。確かにあのお方と鬼か、大手門が抜か。伊之助か、せがれよ、若様を。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。せがれよ、若様のことを案じ、この守り鈴を。
伊之助、守り鈴はほら、偏屈な物資がおる。あ、仏様。誰ぞ、そこに。おう、いや、ご神、我が名は野上伊之助。どうか私の母が狂ってしまい。お主の母に鈴を。そう、母はその鈴上事のように、母はその上事の。
赤鬼め、縛るだけでは不安じゃねえ。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃ。お達しね、変わっちまったな、悪魔の一緒も。武士愛流目をつぶり鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。
Thank you.
大丈夫撃て。もし、お主、恋の鱗を知らん、キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば。今度は、もしも今度は
うん。